どうも、クライネット奏者なおです。今日のお話なんですけれども、楽器の角度のお話ですね。以前してるんですけれども、適切な、ね、角度を見つける方法、きちんと見つける方法はこう根掘り葉掘り言ってなかったと思うんで、お話しさせていただきたいと思います。今日の動画は短いですけど、すごいちゃちゃっとやりますけれども、大事なことなんで覚えていただけたらと思いますが、まずですね、腹式呼吸と暗部射はできている前提です。できていると仮定します。そうしないとやっぱりちゃんと定まらないの で、楽器の角度は人それぞれ違います。なぜかというと歯並びが違うから、ね、適切な位置、あと息の入れやすい位置っていうのは人によって違うので、あと息の入れ方も違いますからね、なんだかんだ言って人によって。なので、まあ、その辺はね、楽器の角度を揃えるとかバカバカしいことはパート練習でしないように絶対してください。人それぞれ違いますからね。背筋は伸ばしてもいいけど全員で、あと動き一緒にするとかも気持ち悪いからやめてほしいんですけど、まあ、それは別の話にしましょう。まず楽器の角度の決め方ですが、自分が思っているよりも平行に近い形でこうやって楽器を構えます。で、息をソの音でいいんで入れます。開放のソですね、よいしょ。で、こうやって少しずつ下げていきます。で、自分の吹きやすい位置がどこで一番こうやって 音量が出るかを確認します。まあ下まで下げちゃいましょう。で、下げたら一回楽器を離します。で、今度楽器のこの角度がすごく、なんていうのかな、なんていうの、角度がこう深いというんでしょうかね、平行じゃない位置ですねのところから角度が鋭いというのかな、まあ何でもいいや、まあ、この状態からまた上に上げていって、また吹きやすい位置を探す。で、まあ見つけたところで止まる。上からやった時もね、吹きやすいなって思ったところを見つけたところで止まってもいいかもしれない。まあ、下まで行ってもいいです。下から行く時も見つけたって言ったら止まってもいいですし、上まで行ってみてもいいです。とりあえずこの作業はどこで一番息が入れやすくて、吹きやすいところを見つけられるかっていうポイントが大事なので、でね、これ気をつけてほしいんですけど、上から下に下がってそのまま吹きっぱなしで上行かないでください。なんでかというと、暗部射が合わせちゃうから角度に。だから迷子になっちゃうんですよ。なんで上から行ったら下のところでストップ、下まで行って、まあそこでやめる、で下から行ったら上まで行ってやめる、まあ、どちらにしろもしくは吹きやすいところ見つけたらそこで止めるでもいいですけど、そうやってみてください。ちょっと試しにやってみましょうか。難しいね、久しぶりにやるから。自分が見つけたのはここなので、ここなんですが、まあ、下まで行くんだったら、ね、こうなっちゃうとですね。で、逆に下から行くんだったら、これね、今わかったんですけど、上から行った方が見つけやすいかもしれないですね。下からだと息のなんか入れ方が、まあ、人によるんだろうけどね、息がすごく入りづらいところから、まあ、上も入りづらいんだけど、こうなんていうのかな、素直な息が入らないところから行くんで、上から探した方が見つけやすいかもしれないですね。まあとりあえずこんな感じで角度を見つけてみてください。自分の最適な角度、人によって違うことだけ覚えておいてください。先輩がこの角度しなきゃいけないよっていうのは嘘ですから。人によって絶対自分が吹きやすい角度っていうのは違うので、まず角度を見つけることの、ね、自分でやってみることね、吹きやすいところがどこなのか、でその角度を絶対に維持すること。首の時も言いましたけど、首と楽器の角度っていうのは変えちゃいけないものなんですね。自分クライネット吹いてる時に結構動いてるし、楽器動かすんですけど、唯一変わってないのは楽器の角度と首なんですよ。これあと暗部射ね、まあ、でも暗部射も実はこれもちょっと余談ですけど、暗部射もね、こういう動きは大丈夫なのよ。こう楽器を前ちょっとお話ししたけど、楽器をこう右に行こう左に行こうが暗部射って実は大丈夫で、もちろん音は揺れますよ、音は揺れるけど、そんなに影響ないでしょ、どの角度になっても。だからちょっと例えばこう首揺らしたりするじゃないですか、自分首揺らしたりしても、まあ音がそう変なことにならないのは、暗部射っていうのはこういう動きには大丈夫ってこと。あとこ
まあ大丈夫ってやっちゃダメですよ。やっちゃダメですけど、まあ少しぐらい動いても大丈夫。やっぱ角度、こっちなんですね。NG な。絶対に。だって崩れちゃうもん、ここは。だから、必ず楽器の角度と首だけは固定させる。まあ首はお話は以前にしましたからね。動画でもご紹介、URL も載っけておきますけど、まあとりあえず今日のお話は、決めた角度は絶対動かさない。ってことだけ覚えておいてください。私、動いてるように見えても、実は角度が動いてるんじゃなくて、背筋が動いてますからね。基本的に。何か楽器吹くときに、こうやって吹いても、どんだけ動いても、こんな風に動いても、楽器の角度は張ってないですよ。ね。全然変わんない。だから、絶対に、この角度と首。まあこの縦と横やね、横っていうか斜めというかはい、この2つ大切なんで覚えておいてください。これで楽器の上達だいぶ変わるんで、ぜひぜひ試していただけたらと思います。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram その他いろいろやってるんで、気軽にフォロー登録していただけると嬉しいです。また明日は演奏動画かな、生放送か、まあわかんない、どういうスケジュールでこの動画撮ってるかわかんないんで、まあ明日何かしらあるんでね、動画か生放送かなんかわかんないけど、雑談か演奏かわかんないですけど、楽しみにしていただけたらと思います。では今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。